こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。最近回転寿司チェーンでの迷惑行為が多発し、訴訟まで発展していますね。不祥事を働いたのはいずれも未来ある若者たち。彼らはもう一生デジタルタトゥーという罪を背負わされることになると思うと、とても胸が痛みます。すまん、被害に遭った回転寿司チェーンさん、若者の未来のために被害届を取り下げてくれとは言わん。言わんが代わりにうどんのネギの量をもう少し増やしてくれ。回転寿司はうどんと茶碗蒸しと卵とカニ皿食べるところの傷が明かりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、イギリス人 VTuber、自国の料理に絶望する。やっぱり美味しくないんでしょうか。イギリス人 VTuber のボックスアスムさんの配信が話題です。ボックスさんが来日した際、マネージャーに焼肉屋に連れて行かれて、豪華なコースを注文してくれたようです。まずは牛タンを食べると、まあ普通にうまい、と。牛タン？しかし次に、英語の薄切り肉を食べたら一瞬で肉が口の中を溶けていったようですね。ボックス、嘘だろ？焼肉屋って言うからてっきりスタミナ太郎行ったんだと思ったけど違うんか？なんで接待でスタミナ太郎を使うと思うんですかね。あとあれは食のテーマパークであって焼肉屋ではないぞ。その後、卵黄が上に乗ったアコーディオン状に切られた肉が来て、めちゃうまかった。口の中が旨味で溢れたとコメント。彼はこの体験を家族とのビデオ電話で語り、イギリスの料理はクソ、イギリス料理はゴミと気づいてしまった、と話したようです。ボックスよ、高級焼肉店行ったからって私より世界ランクが上だと思うなよ。スタミナ太郎だって黒毛牛置いてるんだからな。黒毛牛、国産黒毛和牛とは言ってない。ボックスさんは他にも、イギリスでも和牛を提供するレストランがあるが、それは和牛ではなくまがいものを提供しているだけと、自国のレストランまでもディスってしまいます。イギリプレストランプさ、和牛というブランドを使用しておいて、まがいものを出すなんて恥ずかしくないのかい？アンチオッツ、イギリスはユダヤ人にエルサレムに家を作ることを約束したり、アラブ人にエルサレムに国を建てることを約束したり、フランスとロシアに中東の分割統治を約束する偶聖国家であり嘘つくはずがないから。やっぱイギリプって神だわ。ボックスさんは、料理のまずい国に戻らなければいけないと、絶望してしまった模様。なぜ悲しむんだい？君の国のフィッシュ&チップスとローストビーフは美味しいよ。フィッシュ&チップスとローストビーフくらいしかない定期。さて、イギリス料理で一番美味しいのは、中華料理とインド料理、というジョークがあるくらい、世界的にまずいとされているイギリス料理。イギリス料理が、ここまで酷評されるようになった背景として、野菜の種類が少ない。イギリスの土地柄で多くの種類の野菜が育たなかったため、豆類、キャベツ、芋類、アスパラ、ほうれん草くらいのバリエーションしかなかったのです。でも椎茸がない世界も悪くないよね。あかりさんは椎茸に親を殺された過去を持ちます。紳士は質素たれという教示。暴飲暴食をするのは貧しい農民どもであってジェントルマンはそんなことしない、という価値観の普及から。藤井君、聞いたか？先日のハブ球団との対局で君が昼食に選んだズワイ&香箱カニ丼。これの選択は果たして紳士と言えるだろうか？藤井君はご飯を大盛りにしてもらってください定期。産業革命の代償。人々が過酷な労働に勤しむようになると食事を楽しむ余裕がなくなり、紅茶に入れる砂糖からエネルギーを摂取するようになったから。この他にも様々な理由が挙げられますね。あいつら料理をまずくすることに命かけてるよな。普通のパイじゃ面白くないから、魚をこんにちはさせたろ、なんてどうやったら考えつくんだよ。ネット民の反応は、最近はフード革命が起こってうまくなってるらしいが、エゲレス人はティータイムに命かけてるもんな。焼肉は料理っていうか調理法じゃないのか。うなぎを見て日本人は食べやすい大きさにさばいて絶妙な火加減で焼いて甘辛いタレをつけて白米の上に乗せて食うことを選んだ。一方イギリス人はぶつ切りにしてゼリーにした。日本は焼肉より刺身が種類食えるのは幸せだと思う。等の意見がありました。私イギリスに行ったことないからわからないんですけど、今現在もイギリスでの食事って美味しくないんですかね。詳しい人はコメントくださいね定期。私が留学してた時は、学食のオックスフォードリアは美味しかったよ。こいついつも世界の留学先の学食堪能してんな。それでは最後に謎かけを。高級焼肉とかけまして、イギリスと解きます。その心は？どちらも英語があります。ご視聴ありがとうございました。